favorite station. 765 FM Kokolo. The Majestic Saturday Night. Tonight's session. ホーレスステーション FM 心、千脇真由美がお送りしております。The Majestic Saturday Night。ゲストを迎えして濃ゆい音楽トークをお届けする Tonight Session。今夜はこの方をお招きいたしました。お名前お願いいたします。はい。The Cro-Magnons、河本大翔です。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。久しぶりだね。久しぶりですね。あんた変わらんな。いやいや変わらないですよ、ひろとさんも。化石化石我々どっかでも止まる、止まったんかな精神年齢はもうだいぶ前に止まってる気がする。そうだね、はい、最初にレコード聞いてから、うん、変わらず。そうだ ね多分ね、うん、そんな気がしますが、まあ、今日はいろいろと久しぶりなので、はい、雑談もたくさんしていただきつつ、うん、最近どうしてるのみたいなお話からいろいろ伺っていきたいと思いますが、はい、番組としては昨年1月に、河本大翔さんご登場いただいて以来ということで、あのアルバムマウンテンバナナ、前のアルバムのリリースの時、そうでした、ちょうど1年前くらいということになるんですけれども、はい、まあ、その後去年は全国ツアーザ・クロマニオンズツアーマウンテンバナナ2023が行われ、あと結構ね、夏フェスとか秋フェスとかジョインアライブだったり、うんうん、スイートラブシャワー、ワイルドバンチ、うん、多数、うん、全部楽しかった全部楽しかった、うんうんうん、割と出たことないフェスとかもあったですか、ザ・クロマニオンズとして。どうだろう、割とおなじみのおなじみのって感じですかね、うんうん、でもそんなもう、うん、何だろうと全部楽しかった、ね、うん、ちょうど去年のどうなんだろう、私もツアーで中野サンプラザ拝見して、うんうん、その時もちょっとこう声出しとかが OK になって、うんうんうん、鳴り出したぐらいだったのかな。あの中野サンプラザは記録に残したよ。あ、そうですよね、うん、そうだ、あの映像もすごいかっこよかったですけれども、うん、ね、なんかこうちょっとずつというかようやく普通のライブのシーンがなんかこう帰ってきたのかなみたいなことを去年は思いましたけども、ね、そうだね、どれが普通って言ったら普通なんてないんだけれど、そうですけど、はい、うん、もう全部特別でいいんだけれど、うんうん、やっぱりこれはやっちゃいけませんっていうことが多すぎるのは辛いね。ね、そうですよね、だから皆さんもね、なんかこうちょっと自由なフィーリングがこうなんか顔に現れるというか、そうなんですね、ライブしてても見えるでしょう、だって客席、だって僕は本当常々ね、ライブハウスだろうが、うんうん、ホールだろうが、そこから野外イベント関係ないよ、うんうん、板の上乗っかってやるだけで、こっから外は お客さんの反応も関係ねえしなんつって、強がりじゃなくて本当にそう思ってた。だけど久しぶりにこういうね、みんながわーってなってるライブ体験すると、うんうん、やっぱり関係あるじゃんと気づかされました、うんうん、なんかね、そうやってやっぱこう日常に当たり前だったことのありがたさとか、うん、なんかそういうのもちょっと感じた、ね、うん、感じましたね、やっぱライブ見てて。あとやっぱお客さんも我慢してたんじゃないか、こいつらっていうぐらい元気だし、うんうんうんすごくいいです。そうですね、はいはい、という、まあ、本当にマウンテンバナナというアルバムとともに駆け抜けた2023。そう、ライブハウスツアーもね、うん、ザ・クロマニオンズツアー月へひととびもあったり、うん、まあ、あとはライブ版が去年の秋にはリリースになりました。 それがだから千脇見に来てくれた中野です、ね、ね、はい、かっこいいあのライブが収められているわけですけども、うん、これ菅谷さんが8ミリフィルムでも撮っていたの、うん、そう、もともと彼のも趣味的なことで8ミリフィルムを持ち込んでいろんなところで撮ったりしてたの。あ、そうなんですか、で他の会場でも。そうそう、で今回はじゃあ、ライブ版出すにあたって割ともフルで使えるぐらいの尺で撮ってみないかって話。でも8ミリだと結構さ、フィルムチェンジとかあったりして大変ですよね。3分撮れなかったりするからね、いっぺんにね。だから、そうそう、
こういくつかカメラ用意しといて途切れないように2人でやったって言ったの。あ、そっかそっか。でだけどそれでもやっぱ欠けてるパートが入ってない場合ところもいっぱいあるし、それからリップシンクとか、うんうん、絵と音が合ってないところとかいっぱいある。だから非常にこれは僕らは大好きあの映像そうですよね、だけどもしボンと出した時に、うん、そのクレーム来るんじゃねえかっていう、そういうあのコンプラ的な心配もあったんですよ。そうか、今もう合ってるのが当たり前の時代だからね。私たちの昔の頃って往年のロックスターたちのライブ映像とかって全然合ってなかったりっていうの、うんうん、合ってないし、合ったじゃないですか。昔のそのライブの映像とかでも関係ないシーンとかいっぱい入ってたし、入ってたね、うん、そんなもんだった、はい、あれはフィルムだったから。そうですね、フィルム足りないところをね、変ないろんなものでつないでつないで、うん、お客さんだったりね、そうそうそう、なんか楽屋だったりね、なんかいろんなものでつないでたりね、してましたよね。昔見たパンクロックムービーとかむちゃくちゃだったもん、うんうん、でもそんなのが好きな僕らと、はい、今のお客さんに急に渡すのはどうかなっていうことで、うんうん、とりあえず、おまけみたいな形でつけたけど、本当俺たちはあれがメインでもよかった。ああ、なるほど。いや本当でもかっこよかったです、うん、これもね、うん、すごいその質感もさすがって感じだったんですけれども、うん、さあそんな、マウンテンバナナに明け暮れた2023でしたが、はい、またザ・クロマニオンズの皆さんはいつの間にか新しい作品に着手していたのですね。そうなんですよ、うん、マウンテンバナナのツアーが終わったのが4月かな、はいはい、で翌月5月にはもうスタジオ入って6月にはもう出来上がっていたから。そうなんですね。もうどうしよう次のツアーでさ、はい、もう覚えてないよそうよね、うん、これから思い出すのね。うん、多分ツアーが始まるぞっていう準備段階の時には、はい、みんなで CD をかけてコピー、コピー、自分たちをコピー、そうそうそう、あの時どうやってたっけみたいな。そう、結構上手にできるんだよそりゃそうでしょう、本人だからじゃあそういう、まあ、半年前にはもう出来上がっていたという。そうです、そうです。曲、まあ、今回も12曲、うん、真島正俊さん6曲、甲本ひろとさん6曲と、今回綺麗でしょ、綺麗に分かれております。マウンテンバナナの時にちょっとね僕の曲が1曲多かったんです。あ、そうかそうか、うん、別に特に意味はなく、意味はない、でも今回はまあきっちりと綺麗、うん、これが理想です、はい、こんなにたくさんの曲たちはあの前のマウンテンバナナの時にもあった曲もあったり、それとも全部新たに去年書き下ろした感じですか。ねどの曲に関しても、うん、いつできたとかちょっとよく覚えてないんですよ。なるほど。それこそ何年も前からずっと頭の中で転がってたやつもあるし、そうですよね、ツアー中にできたのもあったら、うんうん、そのアルバム用に急に作った曲はないから、うん、なるほど、うん、そっかそっか、全部面白い。まあ作業としては去年の5月にギュッと4人で収録したという。そうです。そして、こちらなんと17枚目なんですね、うん、そうなんですよ、すごいですね。ねえ、こんなことができると思ってなかったよ、ね、自分がこんなにいっぱい曲を書いてきて、うん、歌詞も書いてきて、もうね僕が1曲作るたんびに死ぬまでもう二度と曲なんか作れないんだろうな、俺はもうこれで枯れたって毎回思うの。で6曲作ったら6回枯れてん、枯れてん、もう古木だねそう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 もう年輪、年輪ですね。それをもう17枚もう、もうね、まあこれでもアルバムとしてだからね、シングルとか入れてったらもっと数がさあったり、この数字もすごいんですよ。あの「愛のロックンロール」ってこのアルバムからのシングル、はい、先行シングルがクロマニオンズとしての27枚目なんです。そうですね、演歌歌手みたいでしょ変化歌手みたいです、まあ、あの人たちはもっとすごいんだろうけど、もっとどうなの、100枚ぐらい出してんのかしら、ね、すごいと思うんだけど、びっくりですね。いやすごいですよ。27枚目のシングル12月13日愛のロックンロール、はい、はい、
リリースになりました。こちらは完全生産限定12インチアナログ版、うん、あ、愛のロックンロールは7インチですね。あ、7インチです。でアルバムの方は12インチです、ね、おー、あ、そうですね、そうです、そうです、はい、あの、まあ、やはりどちらも出すわけですね、アナログ。もちろんです。ただ今アナログ版ってさ、はい、ちょっとはなんかあのブームみたいなんですよ。そうですよ、海外でもすごい人気で、うん、工場が渋滞していて、はいはい、なかなかやってくれないの。あ、じゃあもう早めに出しとかないと、うん、順番回ってこないみたいな。でちょうど去年の6月出来上がったアルバムでもなんだかんだやってるともたついてたりするともっともっと遅くなったりとか。あ、じゃあもういい、良かったんですね。その私たちにしたら半年前にできてるなんてって思ったけど、うんうん、プレスのこと考えたらちょうどいい塩梅ぐらいで、そうそう、うんうん、頑張ればもっと早くできるんだけど、まあ、いろいろないい、これが一番いいっていう時期が来年のこの、うん、来年じゃねえや、今年の2月になったという、うん、これはもういいことです。そうですね、はい、ちょうどマーシーさんのお誕生日も近いし。そうだね、何歳になるんでしょうね、もう数えられない、ね、本当ですね。もう両手じゃ足りなくなってきて、足りないですね、だいぶ昔からそれは。うん、いやでもすごい今回も、めちゃめちゃかっこいい作品になってきているわけですが、ありがとうございます、ね、こんなに忙しく制作してツアーもやって、お二人は、まあ、メンバー皆さんですけれども、趣味の時間とかオフの時間とか取れたりしているんでしょうか。あのね、今では語り草になったコロナ禍、はいはいはい、あの頃何だったっていうぐらいそのコンサートの数が少なくなったりとか、はい、そうですよね、いろんなことの活動ができない、僕らだけじゃないよ、いろんな、そうですね、いろんな職業の皆さんね、そうでしたもんね。でその時にぽっかり空いた時間がいっぱいあって、それからあと飲みに行かなくなった時間があって、はいはい、そうするとね、例えばツアーできましたっつってもホテルからあまり出る時間なかったりすると、うんうんうん、部屋の中を充実させようと、はい、自然とそうなるわけですよ。そうなるわけですね。で気がつくとなんかパソコンのにいろんなこういわゆるネットフリ的な、はいはいはい、あれも契約これも契約いろいろな会社と友達になり、うん、いろいろ見た、そう、あの時期に増えたものを別に解約しないで置いてあるから、あ、今でも割と映画見放題。あ、なるほど、いいですね、うん、なんかこう長いシリーズチャレンジしたとか面白かったっていうのありますか。なんかね、去年見た、最近見たドラマで、スティーブ・マーチン、スティーブ・マーチンとマーチン・ショートがやってた、マーダーズ・オブ・マーダーズ・イン・ビルディング、このシリーズはものすごく面白くた、殺人が起きるんだけど、うんうん、もちろんコメディアンですから、うんうん、面白いです、うんうん、それとかあとあれアマゾンで見たのかな、あの秋香織すまき、あ、はい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 、うん、昔よく見てて90年代ぐらいまでは何本か見てて、最近そういえばトントン見てないなと思って、うんうん、で香りすまき作品がたくさんアップされてたから見たらむちゃくちゃたくさんあって全部見たくなっちゃって、なんかね続けてみたりして、そういうね、あの連鎖しますよね、うん、全部いい。あ、そうですか、なんか、ね、やっぱつくづくいい、うん、よし、ちょっと今度見てみよう。いいですか、車とロックと、はい、車と音楽がいい、うーん、いいこと。車もじゃあ結構古い車とか、うん、高級車とかじゃなくて、なんかそのポンコツっぽいんだけど、そう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 、味のあるやつ、画面をとってもロマンチックにしてくれる姿、人間もそうだし、うん、あの人の作品は全場面いい。あ、そうか、うん、そうですね、うん、まあ、ちょっとそんなところも、じゃあ趣味の時間も引き続き、そうなんです、はい、今も今いっぱい喋った、ありがとうございますいっぱい喋っていただきました、うん、さあではここでニューアルバム Hey Wonder から一曲聴かせていただきましょう、はい、いいですね、これは、先行シングルとしても発売になりました、はい、聴いてください、ザ・クロマニヨンズで愛のロックンロール。
Station. All Earth Station. 765. FM Kokoro.フォーラースステーション FM 心、千脇まゆみがお送りしております。The Majestic Saturday Night。ゲストを迎えして今宵音楽トークをお届けするトゥナイトセッション。今夜はザ・クロマニオンズから、河本ひろとさんをお迎えしております。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて先ほど聞いていただいたのは、シングルとしても先行で昨年リリースになりました。2月7日リリースになったザ・クロマニオンズ17枚目のニューアルバム、Hey Wonder のアルバムオープニングに収められている愛のロックンロール、ねね、17枚も出すとさ、なんかありがたみが少ないね。え、そう？なんかもういいよってなんないよ。みんなラジオの前でもういいよって。なんないですよね皆さん。そうですか。ことはもっと出すぞ。はい、もっと出してください。今回この愛のロックンロールからアルバム始まって非常にこうパンキッシュなというか、うん、勢いのある幕開けになりました、はいはい、やっぱ1曲目はこうじゃないと、いい攻撃こうじゃないと、うんうんうん、ガツンといくぜ、うん、そしてタイトル Hey Wonder ですけども、うん、Hey ですよ、 Hey Hey いいですよね、 Hey いいよね、ロックに Hey はもうつきものですから、おいでもイエーでも、あ、おいもいいですね、イエー、 Hey 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 Hey、 ちょっとこうなんだろう、ちょっと67、私はなんか70年代の気持ちになるの、うん、ヘイは。そうだね。あとね、でもね、僕60年代もいっぱいあったと思う。ああ、そっか、そうですよね、うん、そりゃスモールフェイセスの Hey Hey It's Alright。 あ、そうか、あれは60年代か。そうだね、グー、うん、うんうん、やっぱこうなんかヘイを使いたかったみたいな感じですか。そうなんだよね、ヘイホーレッツゴーラモンズですね、うん、やっぱヘイいいね、ヘイいいでしょヘイはさ、はい、なんか日本人でも使いやすい感じがする。ああ、そうか、うん、オーイエーとかよりも、うん、ヘイ、まあね、そうですね、うん、ちょっとへりくだった返事にもなるしねおい、あー、そう、あ、日本語っぽく捉えばね、ヘイみたいな、ちょっと超人的というかちょっとあれ持ってこい、ヘイヘイ、親方それはスネークマンショーだよねシナに気をつけて壁塗んだですね、うん、そうそうそう、懐かしい懐かしいですね。これは何でしょう、まあいろんな意味というか、うん、ヘイワンダー、いや、これも毎回ですけど、うんうん、その適当な言葉を連発してみんなで、うん、みんなで連打してるうちにワンダーワンダーってこと。それこそマウンテンバナナなんて意味わからない、ね、いつもそうやってみんなでワイワイしながらレインボーサンダーだよでもそれなんかでも情景的にかっこいいなと思って、すごいさ、うん、あとから思うと ねマウンテンバナナもでもすごいなんかツアー見てしっくりきましたけど、ね、バナナって山になるのいや、バナナが山のようにあるじゃないのそうか、バナナマウンテンでそれ、ま、そうか今回はヘイワンダー、ヘイワンダーと、これもじゃあ皆さんで決めた、そうです、はい、タイトルということで、全12曲、先ほども入ったと言った通り全12曲でございますが、うん、なんかこう中盤には結構こうアカペラのナンバー、まあ、ロッカバラードありますね、うん、恋の OK サイン、うんうんうん、これドゥアップ風 のこれとかすっごいいいなと思ってあのとにかくね、ちょっとふざけたコミカルな感じにもしたかったんです、うん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 、しっとり歌うとしっとりなっちゃいそうで、あ、うん、歌詞がすごいチャーミングですよね、うんうん、女の子のなんか目線なのかなっていう、そうですね、女性です ね、うんうん、だからなんかちょっとそこをこういうコーラスとかでちょっとファニーというか可愛らしくしておじさんたちがやってるのがなんかすごくヘイな感じ、ヘイな感じと相まってとってもいいなと。あれのギターソロ良くないですか。あ、いいです、いいです、ね、マーシーに弾かせると何でもいいんですよ。あ、いいですね、どの曲も、うんうんうん、こうアルバムで言うとあれが A 面の最後って感じかな。そうです、そうです、なんかいいですよね、その位置も、うんうん、そう、あれ B 面の1曲目が、 B 面の1曲目がだからメロディーになるんですね。いいですよ、すごいポップな感じで、はい、はい、この曲順もまたいつもの通り、うんうん、
みんなで、みんなで誰かがで、みんなでやるとねうまくいかない、あ誰かがやる、あでリード取ってる、うんうんうん、本当はね僕とかマーシーが考えない方がいいんですよ。あそうなんですか、コビとかカツジとかが考えてくれた方が、あの策略のない、あ、うん、策略があるのどうしても自分が作ると何か思い入れがあるじゃないですか。なるほどね、そっかそっか、うん、そうすると素直なことにならない気がして、はい、あじゃあ結構これはお二人が いつもはね、コビとカツジが中心で考えてくれるんだけど、ね、今回割とマーシー頑張ってたよ。お、うん、いやでもすごいいいですよ。で今回ねだから、いつもは最終的に A 面何曲、はいはい、A 面の分数と B 面の分数を合わせるんですよ、うんうんうん、でその辺の最終調整は僕がやってるんですけど、へあの iTunes に取り込んでシャッフルしながら、はい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 、でそうしないとレコードの溝ってデリケートで、そうですよね、分数が揃ってた方が音質が揃うんですね。A 面と B 面とで、ね、音質ちょっとばらけたらちょっといい、ね、あれだものね。確かに今回はでもそれすらももう無視して、はいはい、ずらっと並べた、お、うん、じゃあもうその流れ重視という、そうです、そうですことにしたんですね。いやでも本当にかっこいいし、ありがとう、飽きないし聞くたびにちょっと表情が変わるというか、うんうんうん、なんか名作できちゃった。ありがとう。いやもう本人たちはいつもそう思ってね。そうだよね、私たちもいつも今回最高って思ってるけど、うん、毎回いつもそれを更新してくるっていう感じがやっぱ今回もすごいなと。いやあのね思いました。新しいというだけでとレコードっていいと思う。うん、だからローリングストーンズの新譜も良かったでしょ、うんうん、新しいだけでもいいし、はいはい、常に手を抜いてる人なんかいないから。そうですよね、バンドにしろ歌詞にしてもレコード作ってる現場ってみんな本気で一生懸命作るから、うんうん、新しいというだけでね聞く価値があると思う。確かに、うん、その通りです、うん、そしてねもう何回枯れたんだろうヒロトさんっていう感じの曲出しの本当にでも歌詞とか曲も本当にいいですよね。うん、なんか良かった、うん、特にこうコーラスのまた楽しさ具合もこうすごい、うん、あの恋のオーケーサインから以降もうん、なんか可愛いかったり、うん、いろんな表情豊かで。そうですね、ええ、ええ、本当だ。コーラスっていうのは作業として、ええ、あのとても楽しいんです。楽しいですか。もちろん演奏するときみんなでせーので一緒にやるんだけれど、それは勝地はドラム、コビはベース、マーシーはギター、僕は歌で、それぞれの場所をしっかり自分のやるべきことをやる、それがバンドなんだけれど、コーラスとかを取るときって全員が同じことをするんだよ。そうですね、全員が声でやるんだもんね、1個のマイクでせーのでわーって そうか歌うんです。へー、ものすごく楽しい。その音程の違いとか、うん、そういうのはこうだいたい誰が低いとこ行くとか決まってなんとなく決まってんですか。その日の声の調子とか。ああ、その日の、ね、声の出方で。俺今日ちょっと声出ねえから低い方いかして。あとめったにないことだけど、音程も何にも決めないで適当に歌いたい音程で歌うっていう。めっちゃおもろいよ。そうなの。むちゃくちゃになる。それすごいよね。むちゃくちゃになりますよね。それ。そのむちゃくちゃが欲しいとき、ね。何もけん。やらないで練習もしないで一発で、うんうん、せーのでわーって声出した時に面白い。面白そう。ちょっと破壊力がありそうですね、うん、それね、へ、うんうん、そういやすごいバラエティに富んでますよね、うん、面白い。面白いです。ダーウィンも面白いですね、うんうんうん、ダーウィンね。ダーウィン、でもミミズは完璧なんですか。ミミズはなんとなく最後の締めの一行一行どうしようかなと思って、最初キリンキリンスタートで、人間も頑張ったし、はい、みんなそれぞれ進化するんだけど、最後何かで一行空いてたんですよ。そこだけはねあの穴埋め問題で考えた、はい、それまでは自然にこう歌を作って、うんうん、繋がって生まれてった。そうそうそう、うんうん、最後の一行だけ締めの一行、誰を登場させようかと思った時に、あ、ミミズだ。あ、もうこれでこれ以上進化しなくてもいい
完全体、ね、完全体、うん、なるほどってすごい腑に落ちました。なぜ僕がそう思ったかっていうと、ものすごく昔からあの形なんだと思う。昔の古い化石にもミミズみたいなものがいる。だから完成してたんですよあいつ。だからもう進化の必要はないということで、そうそうそう、この地球上で暮らすための最終形があれなんですよ、うんうん、で俺たちはなんかもうあれも足りないこれも足りないって言いながら進化してこんな慣れの果てなんだけど、ミミズのあの完成度の高さ、そうですね、もうあれでよしという、うん、一本の筒一本のニョロ、そうす、なんか入れて出すだけの筒、そうですよね、なんかシンプルすごいなっていうね、うん、感じですよね。そういうこの曲とかはね、もう本当にヒロトさんの動物、うん、あの昆虫動物好きが花開いた、日々ね虫ばっか見てますからねさあ今回のジャケットも、ヘイワンダー菅谷慎一さんが担当です、うん、菅谷さんの SNS によると点描でオーロラを描いてみました。点描でオーロラを描こうとする、普通、いや普通しないけどそれが菅谷さんですもの ね、 いいですよね、うん、すごい素敵。なぜオーロラになったのかは当然わからない、ね、ワンダーですね。ワンダーですね。いいですね、ワンダー。何でも使う。何でもワンダーですよね。で、これは、まあ、絵ってことですよね、今回は。うんうん。実物とかご覧になりましたか？見ました。すごく綺麗に描いてくれている。へぇ、シングルの愛のロクの赤い、はいはい、すごく綺麗な。真っ赤なね、うん、すごいビビッドな、そこにブルーのハートが。はいはい。はい、これも絵って。うん。すごくいい。いい。うん、いいですね。ぜひもう皆さんねご覧になっててそうなのかって感じで、これ大きいんですか、このアルバムの方は。いつもねちょっと大きめのやつ、ちょっと大きめ持ってきてくれるよ、うんうんうん、たまに巨大なのがあるけど、だってね、うん、あのいわゆる絵じゃない時あるじゃないですか。そう、マウンテンバナナのバナナなんてでっかいバナナのあれバナナを写真に撮ったのかと思ったんだよ、はいはいはい、粘土で作ったの。あ、作ったんだ、さすがですね。面白い。さあ、ということで、間もなくですけれども、ツアーもスタートします。うん、はい。ザ・クロマニオンズツアー、ヘイ・ワンダー2024ということで、うん、2月から6月まで、約4ヶ月かけて全43公演を行うロングツアーです。うん、関西方面は2月19日月曜日、奈良、エヴァンズ・キャッスルホール、そして2月20日火曜日、大阪・ビッグキャット、2月22木曜日、23金曜日は、兵庫・ハーバースタジオ、そしてちょっと空きまして4月の26日金曜日大阪フェスティバルホール、5月25日土曜日京都 KBS ホール、そして5月26日日曜日和歌山城ホールということで、うん、全部楽しそうな場所、全部楽しそう、和歌山城ホールとか、うん、なんか、ね、良さそうです。いい街ばっかりかしてもらって、いい街ばっかりですよ、はい、旅どうですか。大好きですよ。大好きですか。なんかねやっぱりそのバンドで旅をするっていうのは格別です。はい、うん、飯食ってる時も楽しいし移動してる時も楽しいし、もちろんライブの演奏中が一番楽しい、うんうん、すごい日常ですよね毎日 ね、 ね、ありがてえ、いろんな街に行って、うん、いろんな人と会って、うんうん、なんかもう家族のように4ヶ月、うんうん、旅をするという、うん、はい、まあ当然今回もヘイワンダーの曲は全部やる、そのつもりです。そしてはそこに懐かしめの曲だったり、うん、久しぶりにやる曲だったり、みんながこれ好きじゃろうって曲だったり、そうですね、まあ、みんながどれが好きかちょっといまいちよく分かってないけど、あ、そうですか。でもいつもこう割といろいろいい感じで過去曲も、うん、はい、はいはい、合体してのねことでございますが、まあ、2024年始まったばかりですけれど、うん、今年は長いツアーもありますが、うん、どんな一年にしたいでしょうか。どんな一年かな、やっぱりどんな一年にしたいかな、ね、それをちゃんとこんな一年にしたいですっていうのを答えられたことがないんででも終わるといつもいい一年だったなって思う。ああ、そっかそっか。そんな一年にしたい。そうですね。じゃあ今年も一生懸命、よろしくお願いしますってことで。よろしくお願いします。うん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。千葉木真由美のザ・マジェスティック・サタデー・ナイト・トゥナイト・セッション。今週はザ・クロマニオンズ、河本ひろとさんをお迎えいたしました。では最後にニューアルバム、ヘイ・ワンダーからもう一曲曲紹介をお願いしたいと思います。
これはもうレコードだと B 面の1曲目になります。聞いてください。あ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。聞いてください。ザ・クロマニヨンズでメロディー。